生でこれだけは許さないってことは何でしたか、またそれに対してどう対処しましたか。これだけは許さないか、難しいな。まあでもその若い時は結構自分の意見と違う人ってなんだろう、悪だみたいな、悪だまでは思ってなかったけど、その自分の意見が違う人ってなんで違うんだろうってイライラしてたりとか、あとはその嘘つかれたりとか、まあなんかお金貸して帰ってこなかったりしたらすごいイライラしてたけど、まあなんか今はまあ多様性ウェイってなったから大人になったのかなと思いましたやったら昔はやっぱ自分と違うってだけですごくイライラしちゃってたなと思いますけどね。うん、気が強かった。うん、今は自分と違う考え方に対してもガチで全然イライラしない本当に。だからそれが大人になることなのかもしれんね、もしかしたら。